土半妙は、高注目、土半妙科に属する昆虫の総称である。有毒昆虫として、また花鉢類の巣に寄生する得意な習性を持つ昆虫として知られている。半妙と名がついているが、半妙とは別のとがに属する。しかし、半妙の方が派手で目立つこと、名前が似ていることから、混同される場合がある。 システアデマスアーマタス成虫の出現時期は種類にも、夜が春に三夜に出現する、マルクビ丸首土半病をロい、コルビヌスなどが知られる。全身は、紺色の金属光沢があり、腹部は大きくて柔らかく、全身からはみ出す。動きが鈍く、地面を歩き回る。触ると死んだふりをして、この時に、足の関節から黄色い液体を分泌する。 土半妙科の姫土半妙や豆半妙などの分泌物にはカンタリジンが含まれて折り接触すると水泡性皮膚炎を引き起こすことがある。一方で、微量を漢方薬としても用い、イボトリ、脳出しなどの外用薬や、利尿剤などの内服薬とされた。その他戦国時代忍者が生物兵器として利用していたこともある。魔力土半妙などは単独生活する。 花鉢類の巣に寄生して成長する。メスは地中に数千個の卵を産むが、これは昆虫にしては非常に多い産卵数である。孵化した一例幼虫は細長い体によく発達した足を持ち、草によじ登って花の中に潜り込む。花に何らかの昆虫が訪れるとその体に乗り移るが、それが花鉢のメスであれば、蜂が巣作りをし、蜜と花粉を集め、 産卵するときに、巣への侵入を果たすことができる。また、花から乗り移った昆虫が、オスの花鉢だった場合は、メスと交尾するときに乗り移れるが、メスに乗り移れなかったものや、花鉢以外の昆虫に乗り移ったものは、死のしかない。成虫が、たくさんの卵を産むのは、一例幼虫が生き残れるかどうかが、このような運任せの生態に対応しているためだと、考えられる。 花鉢の巣にたどり着いた一例幼虫は、脱皮すると芋虫のような形態となる。花鉢の卵や蜜、花粉を食べて成長するが、成長の途中で一時的にさなぎのように変化し、動かない時期がある。この時期は、ギサナギと呼ばれる。ギサナギは一旦、芋虫型の幼虫に戻った後、本当にサナギになる。甲虫類の幼虫は、 多くは成長の過程で外見が大きく変わることはないが、土半妙では同じ幼虫でも成長につれて外見が変化する。通常の完全変態よりも多くの段階を経るという意味で可変態と呼ばれる。このような得意な生活史はファーブルの昆虫記にも紹介されている。土半妙加減性赤に属し、学名はシンホリア・マキシロザ。 大きさは約30ミリメートルで南方系の種類だが分布を広げ、高知県から関西方面に分布域を広げている。幼虫はクマバチの巣に寄生して育つ。体液にはカンタリジンが含まれ、指などで直接触れるとかぶれや水ぶくれの原因になる。真っ赤な体とクワガタのような大顎が特徴で、6、7月に成虫になり、子供が新種の 赤いクワガタであると興味を持ち触らないよう、注意が呼びかけられている。夏秋優、ドクター夏秋の臨床図漢中と皮膚炎学研プラス、2013年、15ページ。本像項目第40巻、虫の二版。インターネット資料収集保存事業、国立国会図書館、2012年1月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2013年6月7日閲覧。AB 平津原生昆虫エクスプローラー。平津原生の分布域大阪市立。自然史博物館平津原生仕上のドイツ箱。危険生物。赤いクワガタ幼虫異生息域が拡大。体液でかぶれ。京都新聞。2019年7月11日閲覧。ありがとうございます。